あ、今回 の、 同意の件でございますけど、まあ、こちら、まあ、報道資料によりますとですね、今月ですね、年内に予定しております、まあ、日本郵政グループへ の、 行政処分案のですね、検討状況につきまして、まあ、日本郵政株式会社に対して、まあ、次回の方からですね、同意があったということでございます。具体的に申しますと、12月13日以降ですね、漏洩等があったというふうに、まあ、聞いておりまして、まあ、発覚したのがですね、内部観察の結果だというふうに聞いております。これ内部観察の結果を出してください。これものすごく深刻なことだと思うんですよ。最初何やったかというと、今日その上級副社長来られてませんけども、 NHK に対してですよ、この官報問題についてガバナンスがおかしいと言って、クローズアップ現代プラスのその放送に圧力をかけたかのような、そうとも受け取れるようなことがあり、そして今度は総務省の中に手を突っ込んで、これ自主的に次官の方から元次官に情報を漏らしたんですか。そうじゃないでしょう。元上司の方から求めたんですか。そこのところを教えてほしいし、さっき報告徴求言えないということですけども、金融庁今日来られてますね、総務省と処分のどういうこの日本郵政に対して聞き取りをし、そして何を求めてきたか、そして今後のですね、見通しで、それも金融庁にも漏らしてんじゃないですか。大丈夫ですか。総務省と金融庁それぞれの検討状況を日本郵政に漏らしたんじゃないんですか。そこのところはどういう観察になっているのか教えてください。まずはちょっと金融庁も年表というかこの1年だけで結構ですから、どういう聞き取りをして何をやってきたか、報告徴求を求めた、そしてそれがいつ出たか、業務改善命令を出したのか、何なのか、その辺を教えていただけますか。まず総務省から。これまでの経緯でございます。はい、まあ今年の8月8日に私どもはですね、日本郵政と日本郵便に、まあ、報告徴求を求めております。そうですね。はい。その結果をですね、今年の9月30日に2社からですね、受け取っております。で、その後まあ、その報告書内容を、まあ、精査しておりまして、で、足りない情報につきましては、まあ、会社からの、2社からのヒアリング、あるいは、まあ、資料のですね、提出を受けてまいりました。でそれでまあ資料を状況を固めまして、12月13日に改めて事実認識、それから現状分析、それから改善策につきまして日本郵政、日本郵便の2社に改めてまあ報告徴求を出しまして、昨日23日にですね、報告を得たところでございます。そうですよね。で本来であればですね、この経営責任というのは9月の時点で明確にしとかなきゃいけない、まあ、日本郵政ってもう頭から腐ってるとしか思えないんですよ。日本郵政は何を求めたんですか。総務省の次官に何の情報を取ったんですか。現状まだ確認している段階ですので、この場で申し上げることはございません。申し訳ございません。今確認しているってあなた方が求めて、そして処分逃れなのか何なのかわからないけども、手心を総務省が加えたり金融庁が加えたりと、そんなことをの元を取ったんですか。これ一つの国の一つの省の次官が情報漏洩で辞めるってよほどのことだと思いますよ。何をも、それ分かるでしょ。日本郵政から求めたんでしょ。そこは教えてくださいよ。求めたか否かも含めて確認中でございます。それは確認したら発表しますか。
そこも含めて検討させていただきます。今日ね、高市大臣が日本郵政の方からも公表すべきだとこう会見で確かおっしゃってますから、それを踏まえて対応されているということですね。そのようにご理解いただいて結構でございます。いやいや、じゃあ高市君が言ったら出して、僕が言ってもいやそれは検討ですって、おかしいじゃないですか。あなた方 は今回のことを調査してしっかり公表されますね。そして誰も経営責任取ってない、どういうことですか。これほどのことをなんでその経営陣が知らないんですか。ここまでなぜ広がるんですか。経営者の責任って どこに書いてあります。これ今日ね、今回3社が呼んでいただいた、今回ご報告させていただいた、18日にですね、報告させていただいた報告書の中には、その点については触れておりませんが、同日の会見におきまして、長戸社長の方から申し上げさせていただいておりますけれども、経営責任の関係につきましてはですね、しかるべきタイミングで、また、検討した上でですね、また、ご報告をさせていただくということを申し上げさせていただいているところでございます。今のね、本村先生の質問に関連するんですけども、この調査報告の中にも本来であれば経営責任が書かれるべきだと、それがすっぽり抜けてること自体がこの報告書がいかにその瑕疵があるかということだと思うんですよ。だからそこのところは総務省とよく相談しながら、情報を取りながら、巧みに自分たちの経営責任は逃れてきたんじゃないかとさえ思うような今の報告書のご報告でした。これ深刻だと思いますよ。これ最低でもですね、情報漏洩については第三者委員会作って調査していただけませんか。と申しますのも、まるで次官室が日本郵政に移ったかのようにですね、振る舞って特定の政治家、あえて言うと官邸ですよね、官房長官の名前を出し、菅氏の意向で何でもかんでもできるようにし、そして総務省の次官までマニピュレートしたんではないかということが一般に言われています。そういう組織がですよ、オーストラリアの物流会社をもうとんでもない値段で買って、そして損失を与え、でも誰も責任を取ってない、ずっとこうでしょ。それから切手もそうじゃないですか。総務大臣にもそのことを言っていない、つまり究極の隠蔽体質、究極のその責任回避の経営陣、これ総督会するしかないんじゃないですか。私はね、天下りを私たちの政権の時に厳しく禁止しました。しかしそのことによっていい人材が日本の企業に行きにくくなってる、だから少し考え直さなきゃいけないっていう議論が一方で出る中で、こんなことが起きるともう完璧に天下りを遮断しないととんでもないことになるんだということに結論付けられてしまうと思うんですね。その第三者委員会で今回の情報漏洩を調査するそのおつもりはありますか。現時点において特に考えておりませんけれども、確認の手法を含めてですね、これから検討してまいりたいと思います。